まずは大根の甘酢漬けを作っていきます。大根は少し太めの棒状にまずは切っていきます。隠れてしまっておりますが、右にボールがあります。でこの後ボールにお塩大さじ1ぐらいで塩もみをして、10分ぐらい放置してしんなりさせます。ちょっと多めにお塩してしましたが、後で水で洗い流すので、ちょっと太めの大根なので多めなお塩でしんなりさせます。はい、10分ぐらいしてしんなりしたら洗い流して水気を切ります。切ってる間にお酢、お砂糖、溶ける程度に混ぜたら大根を入れて、半日ぐらい漬けていきます。このまま半日経って甘酢漬けとしてこのまま食べてもよし、いろんなものの和え物として使ってもよし。今日は、豚しゃぶと一緒にあえて、タイ風なサラダにしていきたいと思います。はい、これで半日置いたものと、これは鍋でしゃぶしゃぶ、豚しゃぶを作っていきます。鍋に今日本酒を入れて、臭み取りのために日本酒を入れました。はい、まずは、豚しゃぶ作りをしています。赤身がなくなったらすぐに揚げて水切りをします。豚しゃぶ粗熱を取っている間にドレッシングを
作ります。まずナンプラ少々、足りなかったら後で足していきたいと思います。砂糖小さじ1ぐらい、お酢、だいたいみんな同量でいいと思います。でよく混ぜて、細切りにした人参、作っておいた大根の甘酢漬け、たっぷり入れていきます。赤唐辛子、種を取って2つに割って入れました。で、刻んでおいたパクチーも飾り用を残して混ぜていきます。タイ風というかベトナム風というか、これをフランスパンに挟むとベトナムのバインミーになります。はい、さっきしゃぶしゃぶした豚肉を一口大にちぎって入れています。はい、器に盛り、パクチーを乗せて完成です。最後まで見てくださってありがとうございます。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。